れぐらいかな。よし。ということで、今回も、ロードローラーですね。これを、9トン運んでいきましょう。多分ほぼ全く同じやつですね、これ。距離も変わんない気がすんな。よし、行くか。微妙に雨が降ってんだな。ささっと運んで、700か。これで終わりかな、今日は。で、ラストに行く感じになりそうですね。実行者はいらん的な。そんな。確かに使い物になんないですよね、あんな状態だと。あ、ちょっと乗り上げちゃった。いきなり高速か。なんか小雨だな。左曲がりましょう。メーターなんかいっぱいあってよくわかんないですよね。タコメーター、速度メーター、ガソリンはわかるけど、あとはよくわかんないな。水温計みたいのもあるのかな。なんかいろいろメーターありますよね、確かに。しかもちゃんと動いてんだよな。あ、時計もあるんだ、これ。一番右は時計みたいですね。知らなかった、これ。あ、違う？時計じゃないのか、これ。時計ですよね。かっこいい。アナログ時計が入ってますね。なんか変な天気。うわ、スピード出るな。9トンは軽いんですね、相当。これまた右か。危な。これを右か。いいですよね、確かに。ゲーム内の時間単位で動いてますね。この小雨は。うわ、止まりそう、このトラック。止まるときついから行って、頑張って。いけた、いけた。雨止んだかな。よし、一気に行きたい。あ、パトカー。後ろから押したら確かに速くなりますね。おお、すごいガタガタする。あー、電圧とかもあるんだ。油圧もある。なるほどですね。吉影さんかな、どうもです。やばい、スピードが、やばい、飛ばしすぎたか。借金減らしたいですよ、早く。若干増えてきてますよね。若干だけど、本当に。わあ、スピード取られそう、また。最高速度、
さっきは140ぐらいまで積みにつけた状態で出せましたね。なかったら150ぐらいいくんじゃないのかな。下りだったっていうのもあんのか。借金を増やすゲーム嫌ですね借金シミュレーター的なところはありますよね。でもよいしょ、危な。ラストは20時頃からですね。なのでアメリカントラックはこの最後の1本で終わりになると思います。ってことは今日は3本か。何時から始めたんでしたっけ。5時半、6時ぐらいでしたっけ。5時半ぐらいだったかな。あー、やっちゃった。でかっ、1000も取られた。うわー、じゃんけんの収益丸々使い込んじゃったな。やっぱもうちょっと遅くか、調子乗りすぎた。もういいや、クルーズコントロールで行こう。ニュービーズさんこんばんはです。アルルーさんこんばんはです。りょうごさんいつもありがとうございます。あ、ウジュンさんチャンネル登録ありがとうございますね。今日ラストは20時頃からやる予定です。あれ、吉影さんどうもです。あら、さっきと変わってないかこれ。あ、このゲーム運転好きの人は本当面白いと思いますよ。ひたすら作業するゲームですけど、ひたすら走って借金するゲームですね。140ぐらい出ましたからね、本当に横転しちゃったけど、またちょっと急な坂ですね。あー、カーブか。ほんとスピード出せないな。いやー、これほんとプロジェクトカーズやりたいなー、面白そう。やばい、ちょっと眠くなっちゃったちょっと眠くなってきましたね。余裕が出てきたせいか。だいぶ操作も慣れてきたら前よりかだいぶ楽ですね。ハンコンも動かないからいいなこれ。まだ7時なのになんか眠くなってきますねこれ参ったな。あ、参加は自由な感じですね今回も。だいぶ早いですよね。いこさんどうも、初めましてです。ありがとうございます。ひさゆきさんこんばんはです。あ、いっちゃんさんやります。またプロジェクトカーズ近いうちにカートとかなんか他のやつもやりましょうよ。いろいろ面白そう。これでやったら今日は12時ぐらいに寝たいですね。12時1時ぐらいに。ラストやったお耳パッチ。確かにカーブで急ブレーキかけちゃいましたね。確かにあれは。よし。あー、でもスピード違反が一番引かれる額でかいですよね。衝突とかよりも1000も引かれるからな。あ、これは行っちゃうか。まだ真夜中だな、全然走ってない。23時か。
あ、前のハンコいります、あれ。でもコントローラーよりもすごい使いにくいですよ、前のハンコ。多分ストレス溜まると思いますよ。動きますからね、動くし軽いし、アクセルのところはちょっと壊れかけてるかもしれないから、多分使ってても多分普通に Xbox のコントローラーに戻ると思う。いいですけどね、もうあれも 3,4 年前に買って意外と長く持ちましたね、故障することなく。使わないと思いますからね、家にあっても。絶対でも Xbox でやるってなると思いますよ。本当にあれ難しいですもん、あのこんだと。やばい、眠くなるこの道。なんだこれ、この高速やばいですね。あ、マイクラやってますさん、こんばんはです。これは ATS ですね、アメリカントラックシミュレーターの方です。あ、すごい眠くなるこれ。かなりコツというか、あ、右か、一般道ですね、ここから。あ、やばいかも、出過ぎた。よかった、対向車じゃなくて。あ、リアルでトラックで走ったんですね。お疲れ様です。お、じゃんけんがまた1000円。あ、さっきのスピード違反分を取り戻してくれた。じゃんけんありがたいな。やっぱもう一人くらいいるといいかも。おー、なんだこれ、救急車か。やばい、105キロか、結構飛ばせるんだな。あ、でももう右、早いですね。いやー、このトラック駐車がやっぱ難しいですね、未だになれない。あー、見れてない。よしよし、危な。とっさに視点変更が難しい。後頭部配信ってどういうことだ。ひっちゃんさん、後頭部配信するんですか、なんだそれ。あ、やばい、これ危ない道だ。こう急なあれがあるとこですね。しかも前に呪いトラックが。あ、いすゞのトラックが、そうなんですね。遅っ、遅っ、遅すぎでしょこれ。じゃんけんかわいそうだな、本当に。この先給油していくか、一応。わー、あー、 MKSOD さんこんばんはです。野谷さんこんばんはです。あ、ここ入れてこ、ちょうど半分ぐらいですもんね、今。狭いな。あ、やば。はい。でっかいです。バネ、バネ全然効かないですよ。びっくりすると思いますよ、使ったら。
しかももう生産販売、生産終了してますからね。見てないけど行けるはず。よし、ガソリン、あ、軽油ですよねこれ。前もコメント欄書いてあったけど軽油なんですよね。いくらでした？リッター、見てなかった。結構高めなのかな。あ、もう着くじゃないですか。17キロ、この場所か。あー、もう見えた見えた。あ、意外と早く終わったな。よし、おー厳しい。なんだそのロケットスタートは。ん？ああ間違えた。何ここ、狭っ。あ、初めて来るなここ。ビーチのところか、初めて来ました。あ、ロサンゼルスかここは。え、ロサンゼルスか。こんなとこ通ったことないですね。すごい狭い道が。高政さん、明太子さん、こんばんはです。あ、ヨーロッパバージョンあります。あ、遠赤乗り上げちゃった。おお、人材派遣会社見つけた。なんだここ、こんなとこあるんだ。どこ止めるんだろうこれ。奥か。うわー、ちょっとやりにくそう。あそこか、見つけましたね。うわー、これはきついな。どうなってるこれ。うわー厳しい。いやいやいや、うわー狭、逆から入れたいな。いやいやいや、このトレーラーでも角度つけても大丈夫なタイプですよね。ぐるっと回って逆から入れなきゃダメだこれ。これはギリギリ抜けられそう。おお、いけたいけた。うわあ、トレーラーがぐるっと回って、切り離しもありだったら、確かに切り離してもよかったですね。よし、これ大変だぞ。いやー、奥まで行ってもう一回前出そう。ちょっと待ってくださいね、ハンドルが重い。変わってないな。
今日ラストプリズンですね。よいしょよいしょ、ハンドル重たい。低速の時は本当重くなるんだな。こっち側ぶつかりそう。あー、逆はぶつかる。変なとこ。いやー、きついなー。もう一回直そうかなー、これ。あー、なんか、突っかかえてる。あー、やり直した方がいいですね、これ。やり直そう。あー、危ない。一度出て、あら、変なとこ押しちゃった。もうちょいあれだな。いやー、きつい。遅い。あー、どこにぶつかった今度は。あ、ここか。変なあれが邪魔ですね。おお、7000、ありがとうございます。ラストは参加自由な予定です。意外と地味にめんどくさいなこれ。いやー、きついでしょこれ。うん、後ろがどこか見えない。あー、遅いな。あー、ぶつかる。あー、なんだこれ。前もあるな。内側に出して、これは大変だな。一番奥ですからね。ちょっとこっち側に切っといてから、この辺の感覚はまだ分かってないんですよね。内側がまた厳しいことになってんだよな。これが危ない。ゆっくりゆっくり、もうちょっと切ったままでいいか。見えなくなる。あ、でもこれ結構急角度に入れられるタイプだ。だから、全く見えないここ。あ、でもいい感じに入ってるかも。全く見えないですね、これ。視覚がすごい。あ、でもいい感じに入ってんな。待って、どっちへ切ればいいか分かんないんですけど。
ああ、このまま切っていけばよかったか。ここでまっすぐに持っていけば。感覚だなこれ。ああ、遅い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 。ちょっと待って。もうまっすぐにしちゃおう、これ。止める場所が本当わかんないな、なんか。ああ。なるほど。ってことは。完全死角なんですよね。ああ、前出てる。ああ、厳しいな。もう一回前出てやり直すか。曲がっちゃいましたね、これ。ああ、確かに上から見るやつありますよね。まあ、自動車の。ちょっと待って、一度出します。もういけるでしょう。止める場所がわかんないんだよな。頭がこんがらがっちゃう。ああ、もっと奥か。もうちょっと奥でしたね。もう、半分右だ。左か。ああ、そういうことか。難しいなあ。よし。あ、間違えた。もういけると思うんだけどな。ほんと最初から切らなきゃダメか。ちょっと奥まで行って。ああ、もうあと1個。ああ あと半分ほどですね。前出るか、こっから。ここがな、入れさせてくれればいいんですけどね。ないか。と一番気を使うとこですね、駐車が。いやー、ギリギリ前下げちゃう。ああ、これがギリギリなんだ。あとちょっとなんですけどね、どうしようかな。細かくやってもダメなんですよね。一度やっぱ大きく出るか。これ最終便ですね、今日の。ああ、ダメだな。大きく出て、もう一回。大きく入れないとダメだ。入らない。ダメだ、全然。ほんとトレーラー、細かな切り返しじゃ全然曲がんないですからね。もう出よう。一度出よう。一度出て。ダメな時はもうしょうがないですね。ちょっとやり直し的な感じだな。内側に切ればいいのか。あ、違う違う、逆逆逆逆だった。
あー、切る方向間違えちゃった。あー、ダメだな。8時までには終わりますよ、これは。もう、これで行こう。一度まっすぐにして、これで奥まで入れて、これぐらい。あー、ちょっと遅いかも。遅い遅いもう、遅いな、遅い遅い遅い、もっと前だ。ちょっと待ってくださいね。切るのが遅いんですよね。900度回転になったから、ほんと切るタイミングがダメですね。全然遅かった。きついな。あー、遅いな。ぶつかってる。どうにかこの画面でうまく駐車できるようになりたいんですよ。はあ、ダメかな。またぶつかっちゃうか、これ。ようやく見えてきた。いや、もうちょっと後ろがな、ずれちゃってんですよね。まっすぐ行けば戻せるかな、これ。ここがない分、あの、最初でうまくやんなきゃいけないんですよね。狭い。ぶつかった。微妙に擦りまくってますね。よいしょ。あー、ぶつかるな、これ。ぶつかる、ぶつかってる。もういいや。ほんとうまくいかない。もう一回頑張るか。一度出てこうするか。あれ、微妙にあの小窓から見えてた。これなんですよね。これがほんと難しい。だ、あれがなんか滑ってくような感じになるんですよね。あー、もう一回思いっきり出しちゃっていいですか、これ。ちょっとダメだ、難しいな。
ミラーをガン見してこ。早すぎるなあ、今度は。これでぐるーっと力技で入れ込めそう。あー後ろがなかった。あー、多分さっきの出たところでうまく入れなきゃいけないんですよね。これで何回もやっても微調整できないからな。あー危ない。いや、もうぶつかっちゃうんですよね、これ。でもさっきよりか簡単だと思うんですけどね、後ろが全然ないんだな、スペースが。だからほんと一発で入れないとここはダメなんだ。あー、くそー。これだ。ちょっと前出そう。一発で綺麗に入れないとこれダメですね。後ろの余裕がないから。こうやって徐々に練習ができていけばいいんですけどね。余裕はあるんですけどね、スペースの。ちょっと遅い気がするな。遅いですよね。こんな急角度で入るからいけないんだろうな。ここからもうハンドル戻しつつ、微妙にこの小窓が使えますね。一番後ろのタイヤを見ながら、もうちょい、あ、今回いけるかも。あ、今回いったんじゃないですか。ギリギリダメ、許して。これでもお願いだから許して。ダメ、今回ダメか。あ、画面が。あ、でももう、まっすぐにしたらピコンってなりそう。厳しい。ダメ？これいいでしょ、もう。厳しいですね。今回厳しい。なかなか許してくれない。お願いだから。ちょっとぶつかってる。ダメ？あ、いった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 。ようやくいった。あー、大変だった。はあ、あー、よかった。今回ダメージなかったから、ほぼ入ってきましたね。あ、13位になった。どれあげようかな。結構レベル上がってきましたね。これまた増やしとくか。うっそ。劇薬のガス。いやあ、ギリギリでしたね。山田正弘さん、どうもです。どうしよう。どれがいいかな。精密貨物あげてもいいけど。クラスにはガスか。これなんだ？可燃性固体。はあ。
なんかこれも全部やるようにすればほぼ全部の品物が運べるようになるはず。これ入れるか。あー20分もかかりました。やばいな。あーちょっとこれロサンゼルスの街の中のここに止めようかな。これやったらちょっと半ぐらい買えないそうですね。ラストはちょっと休憩もするんで、ああほんと大変。ああいいか。いやほんと大変だった。こっちかロサンゼルス行ってみましょう。あらちょっと変わっちゃったな。あ、あれか。こうか。よいしょ。気合いで入った感じでしたね。ほんと後ろがついてないだけで相当楽だな。まっすぐ行くか。違うのか。やば。ちょっと待ってくださいね。いくつかトグルを変えてました。だからトグルいらないな。マヤンさんどうもです。なんでここは入ってくるの信号。危な危なダメか。そうですね MT でクラッチのやつでやってますよ。だいぶ慣れてきましたね。嘘。今のは意義ありですよ。48出てないですって絶対今。5速は48までしか出ないのに。今速度制限違いました？今のは意義ありですよ完全に。何その、あれは。どう考えてもおかしいでしょう。何今の。あ、高尾さんどうもです。何で捉えたかよく分かんなかったですね、今の。汚職でしょう、今。今のは違法な取り締まりでしょう、どう考えても。ひどいな。速度制限違いました？ひどいですよね、今の。オブエですよ、本当に。だって5速はあれしか出ないはずですもんね。ひどいなあ。ここに止まるのか。何だったんだ今のは。本当にひどい。ここかな。あ、この中で寝るってことか。じゃあ寝れないじゃないですかここ。スピード違反してないですよね今。ここ行くか。ごめんなさい、こっち行きます。ここら辺全然走ってないんだな。73まで行った。訴えた方がいいですよね今のは。しかも本当痛いからやめてほしい。じゃんけんの稼ぎが本当に意味なくなるからな、速度違反で捕まると。
休めないのか。点数稼ぎにも程がありますね、今のは。ダメだな、休めないんだもんな。これ来る？いやーきついな。謎の罰金でやられちゃった感じですね。24制限？24 ちょっと何その速度制限は。あ、翔さんどうもです。あ、もうあの場所を完全に変えることになると思います。だから班も新たな班とかになる感じかな。しばらくは完全になんかもうダメそうなんで。24か。じゃんけんに訴えられちゃう。確かに。そんな遅いんだ。刑事裁判であれなんですね。大変だ。24キロ、この辺りですよね、確か。気をつけよう。どこが24キロだったんだろう。24とか初めて見たな。そう、5速だと48キロが上限だから行かないと思ったんですけどね。負けたら前回1分。リスクがでかすぎますね、いろいろと。こっちの左から行ってみるか。交通ルールは守っていきましょうね。ラストは20時半ぐらいになると思います。今ちょっと休憩する場所を見つけて寝ときたいんだよな。また次やるとき。うわー出たー、いけないパターンだ。8時半ぐらいですね。ちょっと休憩するんでもうちょっと遅くなるかもしれないですけど、それぐらいの予定です。高野さんこんばんはです。飲酒運転はダメですよ。飲酒運転なんてやったら一発で面取りじゃないですか。わあこんなところがあるんだ。ここ初めて通ったな。あ、本当だ、24キロ制限だ。これか噂の24キロ。24キロだ本当に。しかも高速の合流があるっていう謎の、なんだこの設定は。合流地点で24キロ設定とか鬼ですね。まだ消えないしこれ。あえもうなしでしょそれ。だって高速こっから105なのに最後の最後に取られた。もうもう今のはムカつく。今のはムカつきますね。だってあっちが完全にスピード出して抜かしてきましたよね。高速の合流なのに24キロ設定で、なんかなんだあれ。
あれはなしでしょ、ちょっと。もうひどすぎる。本当に。本当にひどい。ここも絶対来ないようにしよう。魔の、あれですね。これひどいですね。本当に。お肉感ですよ、本当これ。なんだ今の場所。高速合流だからスピード上げたいのに、スピードちょっと30ぐらい上げたら、パトカーですよ、あれ。あっちのレーンは105キロなんでしょうね、制限が。105キロのところに 24キロで合流するって無理でしょう。互角設定ですね、あれ。ひどいな、あれは。ほんとひどい取り締まりポイントだな。これ左曲がってから行くのか。本当にひどかった。ああ、また危ない危ない危ない。何何この もうロサンゼルスは怖い街ですね。ここかな。なんで24キロ制限なんだろうか。あ、モーテルだ。みんなモーテルに来てる。よし、ここで寝て終わりにしましょう。うわー、最後の最後に2000も取られちゃったなー。これ止まれるか。いやー、ほんとひどかった。よし、じゃあ